アドルフ・ティーデマンは、ノルウェーの画家である。ノルウェーにおける民族的ロマン主義の指導的画家であった。デュッセルドルフ派の画家の一人とされる。ノルウェーのベストアグデル県のマンダールの税関職員の息子に生まれた。クリスチャニアの絵画学校で学んだ後、1832年から1837年まで、コッペンハーゲンのデンマーク王立美術院で、ヨハン・ルートヴィヒ・ヒルンドやクリストファー・エカスベアに学び、1835年から美術院の展覧会に出展し、何度か賞を得た。1837年から1841年は、ドイツのデュッセルドルフ美術アカデミーで修行を続け、1838年に領主を描いた作品は、母国の画家、トマス・ファーン・リラによって設立された、クリスチャニアの芸術協会によって買い上げられ、その代金などは、ミュンヘンや1841年からのイタリアへの旅の資金にすることができた。1842年の夏、クリスチャニアに戻るが、オスロ大聖堂の祭壇画の仕事が得られなかったことなどから、クリスチャニアを離れ、ノルウェーの南部を旅し、風景を描き、伝統衣装や民話を研究した。1844年に民族遺産保全協会の設立に加わり理事となった。1845年に結婚し、家族とデュッセルドルフに移り、その後はデュッセルドルフを住居とした。ドイツにおける1848年革命の混乱からクリスチャニアに戻った間は、クリスチャニアの劇場にハンス・ギューデと装飾画を描いた。1852年には国王オスカル1世の注文を受けて、オスロに建築中のオスカー・ショール宮殿に何点かの装飾画を描いた。1849年に聖オーラブ勲章を受勲し、パリ万国博覧会に作品を出展し、1855年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。